ナーでボイストレーナーのダイナマイトミキでございます。本日は優しいボイストレーニング、これを一緒に皆さんとやってまいりましょう。では姿勢からです。立ってらっしゃる方は足を肩幅に、座ってる方は腰を立てます。はい、そして背筋を伸ばします。胸を開きましょう。肩先が中に入っている方とても多いですので、意識的に肩先をくるっと回して後ろへストン、しっかり胸を開いてください。はい、そしてお腹は少し引っ込めて持ち上げます。胴体も少し持ち上げたような、そんな感覚ですと体がしっかりこう立ち上がった感覚で取れるやすいと思います。では首をまずは右に倒しましょう。じわー、さあ息もふー。はい、反対です。左に倒しながら斜め上から引っ張られてるような、こちらの首筋が伸びております。はい、反対です。息ふー、じわー、伸びてますよ。はい、もう一度反対、斜め上に引っ張られるようにふー。はい、では今度は斜め前に倒しましょう。首の後ろのストレッチです。はい、ゆっくり戻してまた息を吐きながらふー。はい、ゆっくり戻して反対、息を吐きながら、この時も遠くに引っ張られるようにするとよく伸びます。ふー。はい、戻して反対ふー。はい、お顔戻します。ではでは今度は、左手を上げながら斜め上に伸びていきましょう。息ふー。はい、この脇だけじゃなくてこの背中側の筋肉も少し伸ばしていくような感覚です。この時に反対側の肩はずるっと下へ落としましょう。息ふー。はい、ゆっくり戻して反対、斜め上に指先を伸ばしていきます。反対の肩ずるっと落としますよ。息ふー。はい、ゆっくり戻して反対です。ふー、斜め上、ゆっくり戻して反対、必ず息は吐きながらふー、斜め上に伸びていきます。はい、ゆっくり戻しましたら今度はお顔の前から頭の後ろで腕を開いていきます。はい、この時もこの肩、腕の付け根から肩甲骨、背中の筋肉をこう動かして開いていくようなイメージで、はい、ゆっくり後ろへ後ろへ後ろへ、そうです。もう一度参りましょう。息は止めないように普通に呼吸しててくださいね。そう、腕は後ろへ後ろへ後ろへ。うわー気持ちいいわと思った方は固まってた証拠でございますのでね、ぜひ何度も日常でもやってあげてください。はい、下からも回します。大きく大きく頭の後ろで、そうです、丁寧にゆっくりやることで背中、肩周り、胸も広げて緩めていきます。息ふー。はい、ということでストレッチもまだまだたくさんありますが、今日はここまでで、今度は呼吸のトレーニングでございます。ではここからは呼吸のトレーニングです。歌に使う呼吸といいますと、胸でやる胸式呼吸で、こう深呼吸ですね。これだと足りないんですね。なのでその肺の下にあります横隔膜を使った腹式呼吸をいっぱい使います。その練習を今日はやってみましょう。まずは背筋を伸ばして胸を開くは一緒です。で、息を吸ってお腹周りを膨らませます。はい、吐きながらへこませましょう。はい、緩めて戻す。吐いて、はい、戻す。吐いて、はい、戻す。吐いて、はい、この時にお腹をへこませなきゃへこませなきゃと思うと、こう体がね折り曲がりがちでございます。なのでお腹周りは中央に向かってへこましていきますが、はい、胸がくっついていかないように背筋はしっかり伸ばして、なのでお腹はへこましますが体は伸び上がっていくような、そんな感覚でやってみてください。はい、では今度はカチカチ、はい、これに合わせてやってみますよ。4拍を
吐いて伸ばしていきます。必ず息をまずはお腹に入れてから3、はい、OK でございます。どうでしょう、結構忙しいですかね。はい、テンポにもよりますけれども、今のテンポよりもちょっとゆっくりしても結構ですが、当然ゆっくりするときつくなります。吐く息の量が長くなりますので、はい、で戻すのもシュッと戻すのが最初は難しいかもしれませんが、はい、意識的に息を吐いて吐いて戻すというのをやってみてください。ではもう一度参ります。4拍です。3、はい、今度は上下の歯、上下の歯と歯を合わせて、その隙間からアルファベットの S、スという音で吐いていきましょう。4拍いきます。3、お腹に入れて、繰り返して練習してみてください。はい、では今度は8カウントいきますよ。8まで伸ばします。3、はい、こういうとこに力入らないように、はい、体がだんだんこうならないように、もう一度どうぞ。そう、背筋も伸ばして、そう、体開いて開いて戻す。OK です。お疲れ様です。一回ここでお水を取ってください。